はい、本日はですねカリフラワーチーズステーキでございます。何ですかそれ、ご存知ないですか？いや全く知らないです。カリフラワーチーズステーキ、いやないですね。ないですLike a helmet full of chocolate yogurt, please, and mix some vanilla in while you're at it. Don't forget the sprinkles. 皆さん、ホームプレートにようこそ。ホームプレートでは、なんとアメリカからの料理を楽しみながら、メジャーリーグベースボールについて本格的に話してみたいと思います。私はですね、小学1年生から9年間男の子と一緒に野球をやっていました。その経験を生かして野球女子として活動しています。でメジャーリーグの方では、2018年、2019年にアリゾナの春季キャンプに2年間行かせていただいて、そうなんですよ、触れる機会があってもう全てが衝撃的だったんですよ。でそんなメジャーリーグの魅力を今日はお伝えできればなと思っております。今日はスペシャルゲストにお越しいただいております。ケビンズイングリッシュルームのお三方です。こんにちは。どうもケビンズイングリッシュルームのケビンでございます。かけです。山です。我々はあの SNS にですね、英語系やらコメディ系やらのコンテンツをいろいろ出しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。本日は MLB の球場でも販売されているフードを作っていきたいと思います。では本日のフードをご紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、本日はですねカリフラワーチーズステーキでございます。おって言うと皆さんどんなイメージですかね。ステーキ、お肉、お肉、はい、がっつり。このカリフラワーチーズステーキっていうのはお肉を一切使ってないステーキなんですね。なるほど。そうなので、ベジタリアンみたいな、そういうやつですか。そうなんです、そうなんです、非常にヘルシーな、一品になっておると。でもなんかアメリカってめちゃめちゃベジタリアンの方多いんですよ、日本よりも。そうなんですね。入れさせていただきたいと思います。はい、お願いします。ど真ん中ね。はい、よっ。このカリフラワー1個しかないからまずいね、これ失敗したらもう、はい、あのスーパーまで買いに行ってください。結構遠いみたいなんで。はいはい、あ、綺麗に、ちょうど真ん中に切れましたね。はい、お、ありがとうございます。切れました。いい感じです。まあ、こういうことですね。ブルさん料理されるんですか？料理結構するんですよ。そうなんですね。手慣れてる感じがする、めっちゃ。でもちょっと分厚くなっちゃったかもね。はい、できました。切れました。はい、やった。はい、行きましょう。ストップって言ってもらっていいですか？ストップ。どう？結構いくな。このぐらい、まあ、だってステーキですから、うん、やっぱりしっかり焼けた方がいいかな。まんべんなくね、やっぱりかけるのが大事ですね。はい、うん、3つまみぐらいですかね。そうですね。胡椒。はい、かけていきます。はい、パプリカパウダー。これなんかアメリカの料理ではよく使うのかな、これ。あのね、使うね。スロッピージョーっていう、なんかハンバーグのバンズに炒めたひき肉をバーンって乗っけるみたいな料理があるんですけど、それにもなんか大量に赤パプリカの粉使ってて、まあ、結構使えますね。うん、わ、なんか一気にいい感じですね。はい、アメリカンな匂いになってきた。なんか、お、いいね、いいね。はい、ではカリフラワーを待っている間に、はい、山さんがメジャーリーグについてどれだけ知っているのか、クイズで見てみたいと思います。あの日本のねプロ野球チームのファンクラブにも私入ってましたから、野球は多分そこそこ、まあ、3人の中では詳しいんじゃないかと思いますので、お、じゃあご自身でハードルを上げていただいたということで。メジャーリーグで一番最初にホームランを打った日本人選手は誰でしょう。いやー、そういう難しいな。どうですか、最初か。はい、最初に最初にホームランを打った選手、はい、はい、ピンとくる選手一人いますね。はい、いいですか、じゃあ、はい、お願いします。このこういうね、こういう投法でおなじみの、はい、野茂選手。お、正解です。すごい。ありがとうございます。ではクリームソースを作っていきたいと思います。はい、これは最後に、はい、あの上からかけるソースですね。はい、はい、はい、ではそろそろカリフラワーが焼き上がりました。はい、こっち の、 あのチーズソースもそろそろいい感じに、いい感じですか、はい、溶けてきて、はい、めちゃめちゃ美味しそうじゃん、ね、いい匂いする。いい匂いですね。うんうん、はい、こちらいい色ですね。
えーえー、こうなるんだ、夢が。なるほどね、すごい。はい、じゃあソースお願いします。はい、ソース絶対美味しいですよ。そう、くるみかっこよく、ね、難しいなこれもうかけ方とかになりますかでもこう高いところから、ね、そう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 、はい、ということで完成しました。イエーイ、素晴らしい。どうですか、素晴らしい、ね、美味しそう、めちゃめちゃ美味しそう、そう、でもこれ女性の方とかでもカリフラワーって結構ヘルシーじゃないですか、うん、確かに確かに、でチーズタンパク質入ってるし、うん、女性の方でもすごくね嬉しいメニューですよね。確かに確かに。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、おいしい、うんうんうん、ソース自体の味はさ、うん、このさ、まずホワイトソースがすごい濃厚、うん、濃密だからさ、うん、このカリフラワーのすっきりさとすごい合って、うん、美味しい、うん、カリフラワーでも、うん、なんていうかその十分そのすごい楽しめるっていうか、うん、その分かる分かる、すごい美味しいです、ね、え、美味しかったです、うん、いかがでしたか。いや、このね、やっぱ切った厚さが良かったね、我々は。まず完璧な厚さでしたわ。間違いないです。間違いない。確かに、うん、食べ応えがね、ほんとほんと、なんか思ったよりカリフラワーってザクザクしてるし、うん、くるみも乗ってるから、なんか食感もね、なんかこうクランチーな感じでね、うん、面白いし、うん、今みんなで食べた、はい、こちらのカリフラワーチーズステーキなんですけども、はい、なんと期間限定でこの MLB カフェ福岡さんでメニューになることが決定しました。すごい、素晴らしい、うん、あの福岡に、ね、来ていただければ、うん、ここではその味が楽しめるということですので、はいはい、ぜひあの皆さん足を運んで食べてみてください、はい、それでは皆さんご覧になっていただきありがとうございました。ぜひ MLB ジャパンの SNS チャンネルをフォローしてください。